本日は大宮競輪場にお越しいただきまして誠にありがとうございます。東日本発祥71周年、大宮競輪倉重記念杯優勝インタビュー並びに表彰式を行います。それでは皆様お待たせいたしました。見事優勝いたしました平原浩太選手の入場です。盛大な拍手でお迎えください。優勝されました平原選手に大宮競輪場から祝福の花束が贈呈されます。おめでとうございます。では改めまして優勝いたしました平原選手にお話伺います。地元優勝おめでとうございます。はい、4日間応援ありがとうございました。ありがとう。さあ3年ぶりのこう地元記念の優勝というのはお気持ち改めていかがですか。いや、もうなかなか勝つこともそんな簡単ではないんですけど、ここに立つことができて本当に嬉しいです。さあでは決勝戦振り返っていただきましょう。自身でレースしっかりと動かしていきましたが展開いかがでした。そうですね、最後まで自分らしく走ることができたと思います。ゴール前は白熱のゴール前勝負となりましたけれども、あのあたりいかがだったんでしょう。岩本のかかりがすごかったので、タイミング見極めるのは大変ですよね。さあそして今シリーズは平原選手だけでなく地元の若手選手も活躍していましたが、そのあたりどうご覧になってました。そうですね、強い若手がいっぱい出てきたので、今後すごく楽しみですね。はい、では今後に向けて最後にたくさんの方に残っていただきましたファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、4日間寒い中本当に応援ありがとうございました。おかげさまで優勝することができました。また次回も全日本選抜精一杯頑張ります。おめでとうございます。見事優勝いたしました地元平原選手の優勝インタビューをご覧いただきました。